ジュクリーンジュクリーン <laughs> 無料来ましたね。無料は無料ですからね。いいんじゃないですか <laughs>。いやーもうあのー、脳内が熟ク,クしてるんじゃないですか <laughs>。フィジカルね。う まあでも今月目標立てたんで目標立てればいいんじゃないですか。日々の。うん。今月は目標立てたが、それに向けてただやるって頑張ってみるっていう、いいんじゃないですかね。僕も大きな目標であるならば、動画本数最低10万本、毎日ブログ更新10年。これが、まあ、まあ目標ですから。目標をやっぱ立てるっていうのは悪いことではないと思いますね。うん。なんかゴール設定するってことですよね。 ドリアカもね一応60歳まで言ってるので60歳っていうゴールがあるので頑張れるんで昔なんかそのお笑い芸人の人が一番辛い仕事なんですかっていう問いに質問に対してその芸人さんが言ったのがその終わりが見えないロケですみたいなね <laughs> もういつ終わるのか分かんないロケがもう最高に辛いですみたいなね話してたんですけど自分でゴール設定しちゃうっていうのは結構大事だと思いますけどねうーん だからそのゴール設定するして目標設定することによってじゃあそれを達成するためにはどれぐらいの頻度でやらないといけないのかっていうのは逆算できるわけじゃないですかうんだから時間管理に関してもこの目標値に行くためにはこれぐらいの一日時間は必要だよねって逆算してじゃあ作るためにはどうすればいいかってなるだろうしうん まあメンタルとフィジカルに関してはまあ休憩する日を置いてもいいですしね毎日やるっていうのはきつかったらじゃあ水曜日は休憩しようみたいな,うんなんか自分の中で区切りっていうのをつけ,つけてもいいだろうしやっぱその自分の中で自分自身をやっぱ経営していくっていうことですよねうんまあそれが大事なんじゃないかなと思いますね僕自身も そう自分の経営で、自分の経営、自分自身の経営で言うならば、もうね、このワンツー動画がね、もう重い仕事だっていうのはね、分かってたわけですよ。もう今日もしんどいんですけど。だから、あのフィジカル面がやられてるわけですよ。うわ、いや、ワンツー動画結構きついな、みたいな。結構来たぞ、みたいな,な。なんかね、最終日結構伸びたんですよ。あの、結構伸びたな、みたいな。<laughs> もう嬉しい反面、地獄なわけですよ。もう今ももう4時間以上撮ってますけど。 うわーと思って。フィジカルやられてるわけですよ。で、昨日何やったかっていうと、あの、勤務研究所っていうね、酒飲みながらね、うわーなんか喋ってたんですけど <laughs>、実は今日逃げるために昨日ちょっと息抜きしてたっていう。で、よし、今日やるぞみたいな <laughs>。だ本当はね、昨日やろうと思ったんですよ。ためるとね、もうきついの分かってたんで、だから分割すればね、あの、まあ楽じゃないですか。いや、だけど、 なんか一気にやっちゃった方がいいな。でも一気大変だなと。まあ、とりあえず逃げようみたいな <laughs>。フィジカル逃げるみたいなね。だから昨日、あの、キム研究所やってましたよそう。で、お酒、ビール2本飲んで、ぐたぐたになりましたけど <laughs>。で、今日朝起きたらもう今日、今日は頑張るって決めてたんで、今日はもう、ぶわーってやってますけど、今日中に絶対これ終わらすみたいな。 だからその自分をコントロールしていくってことですねだ明日はこうだから今日はちょっとぬあのエネルギー貯めとくぞみたいなのもまあそういうコントロールも必要かなとは思いますけどねうんはいまあいろいろ申し上げましたけどあまあ今回のねやつは結構フィジカル面とかあまあいろいろためになると思いますのでそう これ熟人さんはあれか、うん熟人さんは。うんこれ、映像見たことないかな、うんまあちょっと買うなとは言ってましたけど、いや、今回のはね、まあちょっと仕掛けがあるんですけど、うん今回のはちょっと、まあもし見たことがないんだったら、 あちょっと見といてほしいっていうのはありますね。うんまあ、僕がね、あのもう買うなとか言,言っときながらですよ。ただ、まあ、あの、うん、まあ、お任せします <laughs>。<laughs> お任せします <laughs>。いや、あれはね、結構ね、僕昔も、まあ、昔のやつなんですけど、ゴリゴリ売ってたんですよ、あれ。でめっちゃ内容良かったんで。そう。 まあお任せします。内容はめちゃくちゃいいので。うん、はい。いろいろ申し上げましたけど、目標に向かってやるだけですね。また。